安城小学校の児童全員でご披露します長刀踊り、これは男七口説きという長刀踊りですの状況です。で今今年は男子が12名ですかね、それから女子が4名で16名で、踊りをする予定なんですが、いつも男一人女一人という形で男衆一人1対1で踊る踊りなんですから、男衆が12名おります。では女衆が8人足りないんですね。でそこを、職員の先生たちに厳しい指導をいたしまして頑張ってもらって、それで頭数を揃えてなんとかご披露できる体制になりました。で特に今年は安城小学校創立150周年の記念の年になります。そしてその伝来は今の仙台、奥州仙台、宮城県の白石村という地域から、大正時代にさっき言いましたが、この安城の大野部落に、伝わって、それがずっと、もう100年ぐらいになるんですかね、踊ってきたんですが、安城小学校です。安城小学校教頭の高津です。安城小学校は令和6年度150周年を迎えることができました。令和6年度は、自他を大切にし共に学び自立して生きる子どもたちの育成のために学校教育目標に挙げて、子どもたち全職員で一丸となって子どもたちの主体性それから協働性を高める教育に取り組んでまいります。長刀踊りは今年度も5月末から練習を開始して校区の皆さんの協力を借りながら今まで取り組んでまいりました。1回目は運動会で披露しましたが今日が今年最後の披露になります。一生懸命演技しますのでどうかよろしくお願いいたします。よーいよーい、我々は奥州仙台片田村の学長八太郎娘の宮城としのぶ父の仇でまかり譲る国は奥州Yeah.
勝負勝負。女女目の目言葉尽くすまい、与太郎内田もこの立ちじゃ。一人一人は暇づくし、兄弟ともに一緒にかかれ、下手やらん。打ち手かかれば助け立ちしましょう。切り手かかれば足と押される。おーい、すごい。